にわからです。にわかです。今回は何を作るのですか？原作再現のレースチェンガーを作ります。となると赤外線誘導ですか？それって昔にも作っている人いましたよね。そのまま作ってしまうと新規性がないので制作にあたって3つの条件を設けます。1つ目はレースチェンガーのもう1つの機能再現をします。飛び出す針ですね。モーターで動かすので巻き戻しもさせます。2つ目は充電器の搭載です。このマシン単体で動作するようにします。単体で動くと何かと便利ですからね。3つ目は元の外見を崩さないことです。追加パーツはできるだけ外部から見えないようにします。確かに明らかに外付けパーツが浮いてしまった G3 は残念感がありました。まとめると機能を増やしつつ機構の小型化をするということです。バックブレーダーを思い出します。最近迷走気味なので原点回帰です。それにあれを作ってから約1年なのでこの1年間の技術、設備の成長を示します。制作の話に移りましょう。これは何をやっているのですか？モータや回路を乗せるためにシャーシを加工して出っ張りを取り除いています。モータの固定部は地面に近づけなくては腹を擦るので、押しないように鳴らします。ヒートカッターで切りつつ鳴らしていますね。ヤスリで整えます。走行用モータを乗せるための加工は終わりです。針を通すためにボディに穴を開けます。最初に小さく穴を開けて、穴を拡張します。これで針が通るようになりました。こんなちょうどいい針どこにあったんですか？100均のバーベキュー口です。ちょうどいい長さにカットします。針を移動させるモーターを加工します。ギア付きモーターですがそのままでは大きすぎるので不要な部分を取り除きます。ウォームギアの認可します。小型な割にギア比が高いのが利点です。ギアの先端にローラーを取り付けて針に力を伝えます。ローラーの内側をギアの形にすることでギアとか無用にしています。しっかりと噛んでいます。鉄装 3D プリンタですが小さくても精度が出ています。回路の大きさを参照して機構のモデリングをするので一旦回路製作に移ります。回路図を元に実装基板図を書きます。意識したことは小型にすることとジャンパワイヤーをなくすことです。無駄なスペースが出ないように配置を決めて配線をします。さっき言っていたジャンパワイヤーって何ですか？メインの配線とは別の配線のことです。一般の言い方がわからないので勝手にそう呼んでいます。減らすといいことがあるんですか？ハンダ付けの手間と断線のリスクが減ります。ですが小規模な回路ではそれらのメリットは小さいです。それなら減らす意味あまりないような。気持ちがいいから減らしているだけです。回路製作税なら誰しもが思うことです。ですが今回は小型化がメインなので小型化できる場合はジャンパを使います。ジャンパ減らして回路が大きくなったら意味ないですからね。そうこう話しているうちに完成です。サイズをできるだけ抑えつつジャンパも0本となっています。印刷用画像を作ります。ミラーして印刷にチェックを入れて、モノクロの回路をスクショして、その画像をトリミングして、白黒を反転して完成です。あとはレーザー制御ソフトに読み込ませて、レーザーオンです。つや消し黒で塗装した生基板の塗膜を回路パターンに彫刻します。パターンが彫刻できました。余分な基板をカットして。薄くなった塗膜を研磨します。銅箔の輝きがないと思っていましたが彫刻しても塗膜は残っていたのですね。こんなもんでしょう。研磨しすぎて一部パターンが消えていますけど。油性ペンで補修を図ります。なんとアナログな。これで解決です。次にエッチング液に基板を浸します。そしたら放置します。銅箔が溶けました。補修したところもギリギリ使えそうです。次に塗料をすべて剥がします。ある程度まで研磨したら除光液を使います。最初から除光液で良くないですか？塗料が多く残っていると溶かすのに時間がかかります。なので銅箔が消えない程度に研磨、残ったのを除光液としています。塗装が消えました。基板っぽくなりました。あとはひたすら穴を開け続けます。これでようやくハンダ付けに移れ。荷物のようです。赤外線のパワー LED と集光レンズが届きました。このタイミングで、実は私の手持ちの LED では赤外線の受光距離が短すぎたので買っておいたのです。これを使っても短すぎたらどうするんですか？基板は作ってしまったので祈るだけです。え？壁に反射させてどの程度の距離まで検知できるか測ります。それでは照射します。かなり近い距離でも反応していない気が。何か喋ってください。
取ってきました。お疲れ様です。新しい回路はピンソケットを右側にまとめることで見栄えを良くしつつスペースを増やしています。全体的に密集感が増えましたね。より気持ちいい回路になったので良しとします。ハンダ付けに移ります。回路の完成です。こんな感じにモデリングしました。こちらはセンサ台です。受光モジュールを3つ、フォトリフレクターを1つ搭載します。次に駆動用モータ台です。モータ2つと針チューブ、バッテリー、受光モジュールを搭載します。最後は針用ベースです。モータと針チューブを搭載します。印刷したものがこれらです。早速マシンに乗せましょう。センサ台をバンパーの下に仕込みます。そのためにローラー用のネジ穴を貫通させます。内側のネジ穴が貫通しました。干渉する部分を除去します。センサ台はこんな感じにつきます。擦らないかが心配です。できる限り薄くしたので擦らないことを願います。針チューブの配置確認をします。試作バージョン5くらいのものなので先ほどのモデルと少し異なります。まずは駆動モータ台にチューブを差し込みます。次に回路上にチューブを通します。こんなこともできるのが自作回路の醍醐味です。最後に針用ベースにチューブを通します。この一体感最高です。いいまとまりです。早速マシンに乗せます。引っかかりがあるので除去します。ちゃんと乗るでしょうか。バッチリです。サンディープリントしたものを黒に塗装します。駆動用モータ台をシャーシに固定します。ホットボンドで大丈夫ですか。後で接着剤にしました。スイッチを置けるスペースを確認します。ここがちょうどいいです。スイッチの頭が出るようにシャーシを加工します。はめてみます。しっかり切り替えできています。しかしシャフトと干渉するのでもう少し上に押し上げます。これで解決です。あとは現物合わせで穴開けをしてスイッチを固定できるようになりました。次は充電器を搭載させます。サイズを小さくします。充電電流を調整します。充電コントローラのデータシートから付け替えるべき抵抗と抵抗値を求めます。ここの抵抗を付け替えます。今回使用するEPOバッテリーは 150mAh ですよ。つまり抵抗値イコール線は 0.15 となるため 6.7kΩ の抵抗に付け替えます。付け替え完了です。抵抗を保護します。充電端子用の配線をジャンパします。どういうことですか。基板を切断したことで配線が途切れたのでつなげ直します。ちゃんと確認すべきでしたね。導線もつけるので仮止めにしておきます。配線作業に移ります。一番嫌いな作業ですね。配線が終わったので針の出入機構を作ります。ギアとローラーを固定します。このままではローラーが滑りますよ。なのでネック伸縮チューブを滑り止めとします。あとはベースにモーターを挿入してローラーのブレ防止のためネジ止めをして完成です。マシンのパーツは全て揃いました。早速組み立てましょう。まだです。え、レースフィンガーの操作に必要なものといったら指輪ですか。そういうことです。赤外線の検知には赤外線受光モジュールを使うため 38kHz で LED を点滅させる必要があります。そのためタイマー IC555 でその周波数の PWM 波形を生成します。よくある PWM 生成回路ですね。小型にするために IC5 表面実装のものに変更しました。ハンダ付けが面倒なので表面実装の IC は使ってきませんでしたね。やってみたらそこまで難しくなかったので今後は表面実装部品も使うようになります。確かに小型化には必須です。細かい調整をして実装基板図の完成です。彫刻用画像を作ってパパッと基板を作ります。だいぶ小型じゃないですか。基板サイズは 1.4cm×1.4cm です。頑張ってハンダ付けします。IC 分の厚みも許したくないので、素子すべてを銅箔側に設置します。
基板の完成です。指輪を 3D プリントします。この 3D プリンタの詳細は概要欄の動画を参考にしてください。3D プリンタのおかげで工作の幅が広がっています。モデリングだけで物が出来上がるので楽すぎます。こんな感じに出力できたので、シルバーに塗装して、配線と組み立てを行います。ちなみに指輪は機能性重視で外見の原作再現はしていません。機能性というと、赤外線 LED に加えてレーザーを組み込んでいます。原作の光の表現が明らかにレーザーなのでそちらの再現を重視しました。そのため指輪が縦長になりましたが許容します。LED の光は集光レンズを通しています。縦長のおかげで LED とレンズの距離が離れてより遠くに光が届くようになっています。完成しました。後ろのスイッチでオンオフできます。レーザーもしっかり動作しています。すべてのパーツが揃ったのでマシンを組み立てます。できました。過去一の出来ではないですか？もちろん過去一です。この小さな機体に大きなロマンを詰め込みました。上から見ると通常のミニ四駆です。この中にこれほどの部品が入っていると考えるとワクワクするのは当たり前です。外付けのセンサもまとまりが良く前から見ても外見を崩していません。こういった点は 3D プリンタの恩恵を感じます。針を出すとレースチェンバーらしさが全開になります。回路上に針を通したおかげで針を長くすることができています。それでは動作に移りましょう。まずは指輪です。装着するとデカさが顕著になりますね。指輪を装着した指でスイッチが押せます。これにより握り込むことでスイッチがオンになります。あからさまなスイッチを押している動作が出ないので気に入っています。地味なこだわりポイントです。カメラ越しからは赤外線 LED も光っていることが確認できます。針の出し入れを見ましょう。前方の赤外線を検知すると、針が飛び出します。逆に後方に赤外線を検知すると、針を収納します。これだけでも楽しいです。ボディの穴をレールとして使っているので途中までの収納にしています。それでは走らせてみましょう。左右の旋回、前進、バックができます。操作は非常に難しいです。求めていた操作感まではいきませんでした。少し残念ですね。トルクの関係から針は固定しています。別アングル。操作にも慣れてきました。ラスト。